アシエル、ガリターのアギーレ・サバルは、スペイン・バスク州ギップスコア県、ベルガラ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。アスレティック・ビルバオのカンテラに入団後、1989年に B チームにあたるビルバオアスレティックでプロデビュー。しかし、トップチームには昇格できず、1992年に s d エバルに移籍し、以降は、西軍ダ・ディビシオンや、 セルセーラ・ディビシオンの数々のチームでプレー2003年に33歳で引退した。2003年にアリカンテ CF の助監督に就任。2008年10月に監督に昇格し、2007から08シーズン終了まで監督を務める。2009から10シーズンは CD カステリオンの助監督を務め、2010年4月に監督に昇格し、 シーズン終了まで監督を務める。以降は、オリウエラ CF、CD アルコヤーノの監督を務めた。2013年6月28日、CD レガネスの監督に就任。2013から14シーズン、西軍ダ・ディビシオン B で2位に導き、西軍ダ・ディビシオンに昇格。2015から16シーズンは2位に入り、 チーム史上初のプリメーラディビシオンに導く。2016から17、2017から18、シーズンを共に17位で終え、トップリーグ残留に導いた。2018年5月24日、レアルソシエダの監督に就任。しかし、チームを掌握することができず、12月26日に解任された。2019年5月21日、 デポルティーボ・アラベスの監督に就任したことが発表された。しかし、2020年6月以降不調に陥り、7月6日に解任された。ありがとうございます。